今日の全国のお天気をお伝えします。今日は東北から東北から中国四国にかけてお出かけ日和となります。しかし東京や名古屋、大阪では今年初めて30度以上の真夏日の予想となり、関東の内陸部では35度以上の猛暑日になるところもある予想です。 昨日は朝から強い日差しが降り注ぎ、西日本では真夏日を観測しました。関東でも東京都で27.7度など、真夏日に迫る季節外れの暑さになりました。情報カメラ、切り替わってこちら、江ノ島です。やはり日曜日なので、多くの観光客の方いらっしゃいますね。昨日も暑かったんですが、今日はもっと暑くなります。 関東から西は30度以上の真夏日となるところが多く、東京は午前9時現在で28度を超え、すでに今年一番の暑さとなっています。また午前10時過ぎに埼玉県の鳩山をはじめ関東甲信で8地点で30度を超える真夏日となっています。 東都の内陸部では、今年全国で初めて35度以上の猛暑日になると予想されています。猛暑日が予想されているのは、栃木県の佐野、埼玉県の熊谷、群馬県の立林です。まだ5月ですが、エアコンを使用してこまめに水分補給をするなど、熱中症に十分注意してください。 予想の最高気温だけでなく熱中症リスクの極めて高い気象条件が予測された場合具体的には暑さ指数が33以上と予測された場合ですね熱中症警戒アラートが発表されることになっていますそしてすでに今年全国で初めて沖縄県八重山地方に熱中症警戒アラートが発表されています では、熱中症を予防するには具体的にどうしたらいいのでしょうか。環境省によりますと、晴れた日は地面に近いほど気温が高くなるので、車椅子の人や幼児、そしてペットには特に注意が必要だとしています。そして、喉が渇いていなくても水分補給をすることや、部屋の温度・湿度をこまめに測ることなどを呼びかけています。 また環境省のホームページには熱中症になってしまったときの応急措置の方法も載っていますのでそちらも参考にしてください。 はいえ今日は各地で運動会も予定されていますバーベキューなどをする方もいらっしゃると思いますただコロナでマスクをつける場面多いと思うんですが熱中症が心配されるときには屋外で2メートル離れていれば十分な距離を取っていること,ということですのでつけなくてもいいということなのであの体調を見ながら各自判断するようにしてくださいまた暑さで食べ物も痛みやすくなりますので食中毒の対策も必要になりそうです